被災された自治体や事業者の方々におかれましては財政面や資金面に不安を抱くことなく災害復旧に取り組んでいただきますよう万全を尽くしてまいりたいと思っておりますこれは今日の閣議後の会見で棚橋防災担当大臣が明らかにしたものです農地などの復旧については地域を限定しない本劇に 市と大町町については中小企業の事業再建のための資金調達を支援する極撃に指定されました。